どうもピッピッピッピレです。今日は対馬の海巡り、砂浜巡りってことで、まず一つ目の砂浜にやってまいりました。はい、そこでね見つけたんですけど、ロシア将兵上陸地と書いてありますね。ここね、日露戦争でロシア兵が上陸した場所だそうですっていう場所のね、横にとても綺麗な海がありますので、今からお見せしたいと思います。いやー、やばいです。今回のまず一つ目の海は茂木浜っていう海ですね。それでは皆さんお見せします。どうぞ。わーおー、やばくない？超綺麗です。イエーイ、気持ちいい。白い砂浜と青い海、この海はね、ちょっと綺麗すぎますね。なんかああいう石垣もいいですよね。海だけじゃなくてこういうね、崖みたいな景色すごいですね。めっちゃ綺麗。茂木浜半端ねえ。ちょっと今からね、軽くドローンでも飛ばしたいと思います。いやー、茂木浜綺麗でしたね。めちゃくちゃいいこの海。夏ね、もう一回海水浴に行きたいですね。すごいおすすめな砂浜です。ぜひ来てみてください。はい、じゃあ次の砂浜に向かいたいと思います。はい、二つ目の砂浜にやってまいりました。こちらはもう対馬のてっぺん、北側のね、ミュート浜海水浴場ってところです。それではお見せしたいと思います。どうぞ。わーお、こちらも綺麗な青ですね。もう水が澄んでるからね、下がね白い砂浜だとこういう色になります。すげー透明度高い、めっちゃ綺麗。しかもあそこにね、小島みたいなのもいいですね。ちっちゃい島みたいな。ここにね、バーベキュー場みたいなのもある。夏はバーベキューもできるのかな。でちょっとね、ここでもドローンを飛ばしたいと思います。やっぱいいっすね、海は。はい、ミュート浜もすごい綺麗ですね。はい、色がね、この白と水色と青みたいな、このグラデーションがねすごい綺麗ですよね。この北の方のね、砂浜もめっちゃ綺麗だね。しかも広いし、そう、僕が住んでる近くの砂浜もまあ綺麗なんですけど、まあ、こっちの方がね、あの大人数で来れるというか、観光地としていいと思います、ここは。それでは次の砂浜に行きたいと思います。はい、3つ目の海水浴場にやってまいりました。こちらですね、西泊海水浴場。今まで聞いたことなかったんですけどね、結構広いです。こちら、ドーン、あら広い、いいですね。ここもなかなか砂浜綺麗ですね。ここでもね、十分遊べそうだね。いいね、西泊海水浴場。ほらめっちゃ綺麗です。いいね、ここね、
あのさっき言った三浦浜海水浴場の結構近くで、近くにね、ほらあのねトイレとかもあるんだよね。うん、いいですね、西泊海水浴場。新たに開拓した気しますね、僕は。うん、今まで知らなかったから。また泳げる時になったら来たいですね。じゃあ次の海水浴場に行きたいと思います。はい、4つ目の砂浜にやってまいりました。見えるかな、こちら駒戸浜海浜公園。こちらはですね、あの有名なゴースト・オブ・ツシマにも出てくるところで、モンゴル兵がと対馬兵がここで戦ったっていうね、もう歴史ある砂浜でありますね。はい、それではちょっと行ってみましょうか。こんな感じですね、駒戸浜。ここでねモンゴル兵が上陸したと、そして対馬の人たちはここで戦ったとね。駒戸浜の戦いってね、ゴースト・オブ・ツシマにも出てくるよね。ちょっとね今昼の3時ぐらいなんだけど、これを表現するならエモいって感じだね。うん、駒戸浜もすごい綺麗ですよね。この砂浜と海も綺麗です、とても。じゃあでもね、ちょっとドローンを飛ばしたいと思います。駒戸浜めっちゃいいですね、すごい綺麗。そうだね、駒戸浜は結構下の方にあるんだよね。うん、対馬上下あって、下の左側って感じ、西側。うん、でここはね、その元寇の時にモンゴルの軍が来たっていうのもあるし、そこのその時に戦った対馬の兵たちが祀られた神社、駒戸浜神社っていうのもあるからね、割と観光地ですね。なんでぜひ来てみてください、ここも。はい、4つ目駒戸浜です。じゃあ次の砂浜行きましょうか。よいしょ、5つ目の砂浜にやってまいりました。こちらは霞ヶ浦海水浴場。ここはですね、空港のすぐ近くにあって、すごいあの来やすいアクセスのいい場所ですね。でここはね、僕が毎日散歩で来てる場所ですね。それでは海の方へ行きましょうか。ドーン、めっちゃ綺麗だね。ここも砂浜がエメラルドグリーンですね。いい感じ、何人か寝てますね。木の椅子とかあるから、ここでねご飯とか食べて、海のね横で最高ですよね。いいね、ここで。ここね空港の近くだからね、残念ながらドローンは飛ばせないんですけど、すごいいいスポットですね。気軽に来れるし、めっちゃ綺麗。5つ目、霞ヶ浦浜海水浴場でした。続いてはね、6個目の砂浜はここから歩いていけるんですよ。じゃあ行きましょうか。6個目の砂浜に到着しました。こちらは大田浜海水浴場。よく僕もねここで撮影するんですけど、こちらさっきの霞ヶ浦浜からね歩いてすぐ5分ぐらいで着く場所なんですよね。ここもだから空港から近いので、ドローンとかの撮影はできないんですけど、それはアクセスのいい場所なんで皆さん来やすいと思います。それではお見せしましょう。ドーン、はーい、こんな感じですね、砂浜。うん、綺麗ですね。山とかも見えて、でも今も日が夕暮れ時なんですけど、綺麗ですね。この対馬はね砂浜少ないんですけど、こことかは人工的に多分作られた砂浜なんですよね。なんですけどとても綺麗で、ここでもね夏になったら泳ぎたいですね。結構近いし、いいとこですね。僕のホーム的な砂浜ですね。めっちゃよく来るところ。やっぱね、対馬の砂浜ね、どこも綺麗だよね。水が綺麗だから、どこでも綺麗。砂浜の場所は海が。だからね、ここで思いっきり泳いでみてください。
今回ね、砂浜6個紹介しましたけども、もっとね、他にも綺麗な砂浜あるよみたいなのがあればね、ぜひ教えてください。そして、まあこの動画でね、いいなって思った砂浜があったらぜひ行ってみてください。以上で、対馬の綺麗な砂浜6000でした。この動画がファンタスティックだなと思ったら、グッドボタンお願いします。それでは、バーイ。